豊臣秀吉の嫁、淀殿。戦国一の美女という噂もある彼女だが、その歩んできた人生は、想像を絶するほどの壮絶な人生であった。淀殿は1569年に近江、小谷城にて誕生し、父は浅井長政で、母は織田信長の妹を一の方。浅井長政と一の夫婦関係は、周りが羨むほど仲睦まじく、1570年には次女初、1573年には三女号も誕生し、浅井三姉妹と呼ばれるようになった。1573年7月、織田信長が3万の軍勢で、父浅井長政の小谷城を攻めると、8月28日に浅井長政が自害して、小谷城が落城してしまうのであった。実の父親を幼き頃に亡くす淀殿であったが、不運はこれだけでなく、織田信長に父親を殺され、羽柴秀吉に義父と母親を殺され、徳川家康に息子と共に殺される。弟が殺された話が抜けてる。弟は出家したんじゃなかった？串刺しってのが定説だけど、どうなんかね？串刺しは兄の満腹丸、弟の満寿丸は出家を知ってたはずなのに素で間違って書いてた。ご指摘すまん。他人の子で天下を盗もうとした。ちゃちゃ自身に野心ってあったのか？不義の子を産んだ度胸はあるのに戦では無駄無駄。野心家だったなら御台所で将軍聖母になった妹の号を心よく思ってないだろうね。毎度三英傑が相手とかどうしようもないじゃん。豊臣秀頼の実父については、大野春長、石田三成、大野道賢、名古屋三三郎などの説が主張されているが、なぜか徳川家康が実父だとする説もある。こうやって名前が出てくる人の可能性は低いだろうね。実父はとっくに消されてるだろう。小種を求めて秀吉遠征中に乱行してたのかもな。中継の佐久間守政についてはどう思っていたのだろう。守政の娘の虎姫とは年が近いから仲良かったのかな。ごめん、諏訪姫ちゃん派だわ。大名浅井家の当主長政と戦国一の美女一の娘で、いかにも幸せなお姫様だったのに、一体前世でどんな業を背負ったのか。ちゃちゃと大野春長との関係、貴兄弟、幼馴染、主従関係、三通の噂、共に戦って死ぬ時も同じ。真相はどうあれこんなにドラマチック要素てんこ盛りなのに、なんで石田三成との関係の方がクローズアップされるのか。当時に噂されてたのは大野春長だけで、石田三成はそんな話ないのに。接点もそんなにないし、ネームバリューの問題かな。三成とできてた説流す大河ドラマ心の底からヘドが出るよな。同じ近江人脈だからとか言われてるが、三成は京極の流れだからむしろ敵。関ヶ原の折も淀川は一切かばわず、逆に表向きには、ナイフ殿よくぞ売ってくれました、と褒める始末。関ヶ原で三成をかばうのはできないんじゃ？建前上豊臣の臣下同士の喧嘩で、家康は豊臣の逆賊を撃ったと言ってくるわけだから、勝った方の味方するしかしょうがない。秀頼は普通に秀吉の息子だろ。純粋。大阪城の落城の時に、どうかちゃちゃより後に秀頼が死んでることを願う。大阪の陣に至るまで、どうしても息子を死なせたくなかったのがわかるのに、あんな最後になって気の毒。こんなに不幸な人生を歩んだお姫様なのに、同情されるどころか、豊臣家崩壊は淀のせいにされる始末。行く家が次々滅び、周りの人が次々死んでいく。崩壊の女神様ですかね。鶴松は秀吉公認で作った子。秀頼はちゃちゃが暴走して作った子。人生が劇的だから表舞台に引っ張り出させるけど、意外と本人はごく普通の凡人だったのかな。政治的な才覚もあまりないし。でもチャチャは悪女や幼女、それか悲劇のお姫様のキャラクターの方が魅力的だよね。でもどうして托卵したんだろう？大蔵卿に操られてたとか？結局、チャチャが幸せだったのって子供の頃だけか。最初から三成と組んで、家康に対して敵バリバリみたいな書かれ方されるけどそうでもないよね。むしろ家康のこと秀頼の貢献として信用してる。家康が征夷大将軍になるまでは、豊臣が脅かされるなんて思ってもみなかったんじゃないか。家康は腹黒だからね。おいクラッシャーちゃちゃ。美人だという記述はない模様。でかくてエロいケツして楽しかわからないみたいだもんな。美少女だよ。ソースは戦国無双。大野春長とできてたのかできてないのか。大野と本当にできてたら、秀吉死後に好き放題やってバレてそう。そこまでのアホならちゃちゃもまんまんあげない。秀吉の死後、大阪城の秩序は崩壊してたらしいね。官筆記録に、ちゃちゃが直長の子を身ごもってたという話がある。家康はまた、この秀吉の威名を盾に、秀頼の母を質にしようとした。秀頼の母は、すでに大野修理と通じて妊娠していたので、拒絶して従わなかった。家康はますます怒り、修理を捕らえて関東に流した。
春長はその後関ヶ原の東軍で参加してる。春長を人質に取られてるから、茶々は三成に味方できなかった。企んまでしたんだから、女上司として辣腕振るって呪血として名を残してほしかったね。大切な人たちが次々亡くなって、数奇な運命のかわいそうなお姫様だよね。妹は途中で勝ち組に転じるけど、長女だけはな。茶々さんとその保護者は、三英傑全員と戦ってることになるのか。そんなの後は東道公とらぐらいかな。名は残らなかったが武田勝より威信でいそうだけど。大物でなくてもいいなら奇襲あたりにも結構当てはまる人はいるんじゃない。織田と豊臣の征伐を受けているし、その後のキャリアで西軍方に所属すれば徳川と戦うこともあっただろう。茶々姫の場合、前世紀の三英傑方々が全力で殺しに来てるんだよな。北の万所と茶々が三成に協力して家康潰しとけば三英傑なんて言われなかった。茶々が家康の上杉討伐許したのと北の万所の暴漢のせい。織田の義父獲得天下府部に影響した織田浅井縁組から大阪夏の陣まで、安土桃山はこの人に始まりこの人で終わったと言える。茶々が日野富子とか北条政子みたいな人だったらどうなってたか気になる。歴史変わりそう。女関白とか女大公とか、そんな小説できそう。京極マグダレナの葬式が南蛮スタイルで許せん。ってちゃちゃ入れてるけど、数少ない親戚の京極家に文句言ってる場合と違うよね。ちゃちゃを入れたのか。ちゃちゃだけに。ちゃちゃのおばさんの京極マリアが娘、朽木マグダレナがキリシタンに葬式される。それに不満を持った淀殿、家康に文句を言う。家康は淀の意見を汲んで大阪で禁教令。美人という記録が残ってないというけど、徳川時代に豊臣時代の事実はかなり消されてるし、母親お市さんが絶世の美女と言われてるし、秀吉気に入ってたんだから、若い頃は可愛かったんじゃないかね。最後、命だけはお助けってなったんだから、助けてやってもよかったのにな。あそこは振りだけでも自分たちが責任取って自害しますんで残りの人は助けてくださいって申し出るべき場面だからな。散々逆らった挙句に自分のために戦った人間のことは無視して命乞いすると辛くに手を差し伸べにくくしている。つまりは戦争を起こしちゃダメってことだね。冬の陣は表向き許されたのだから、夏の陣発生させなきゃなんとかなったと思うけど徳川もそれを望んでたからね。ちゃちゃってキリスト教嫌いだったんですか。京極は多くがキリシタンですよね。初も晩年に改宗してた。ちゃちゃは、落城を3度経験して、死亡や。ちゃちゃは、どこにでもいる我が子が可愛いつまらない母親。と資料を見た司馬太郎は、言っているな。司馬太郎って娘を持つ母に対してそんな感想しか持てないんだ。悪女には、ちゃちゃでは役不足やろ。世間知らずなんだろ。命令を出せば、あとは家来が何とかしてくれると思っている。自力で、秀吉の心を掴んだなら、話は別やろ。柴田勝家、お市が共に死んで、何もなくなった状態から天下人の側室になった。だから、権力と銭に狂わされたにゃん。まあ、茶々がお市に似てなかったら、名もなき女だったかもね。お市に似てなかった茶々が、秀吉に一死を報いるという話も面白いやん。それだけ能力があったら、大阪の陣は、もっとマシだったろ。義明みたいに、最後の最後まで、家康に対抗するというのも面白いやん。従順するふりをしたり、戦う素振りを見せたりとか。ちゃちゃは、義明みたいに、粘着とこそくさがなかった。家康と信長を書き間違えたか？義明は、信長に従順する素振りなんか見せてないだろ。いやいや、あちこちの大名に、手紙を送ってるやん。粘着さとこそくさは、天下一品やろ。粘着さとこそくさだけは才能がある。と、司馬太郎が書いてた。ちゃちゃには、それがない。粘着さとこそくさか、まるで、誠だな。誠って、壇上中将宗助で話していた誠？そう。誠の話をした途端、サイバー攻撃をしてきやがった。誠は、ハッキングと遠隔操作ばかりしているからね。秀吉が乳母じゃなくちゃちゃ自身の父で育てさせたから、つまらない母親なんて言われるようになった。三度の落城、城主死亡ってなかなかないよな。小谷城落城、静ヶ岳城落城、大阪城落城。ちゃちゃを人質とかで徳川に送り込んでおけば江戸城が落城したかも。豊臣の勝ち。ありえる。です人質。小谷城、父死亡。静ヶ岳城、母死亡。大阪城、息子死亡。大阪城で本人も死んでよかったのかもしれない。美しく強慢なちゃちゃ様。京極高次、豊臣秀吉、石田三成、大野春長、恋大きい女。秀吉が京極丸を落としたことで祖父死亡。秀吉が京極丸を落としを一覧を受け取ったことで父死亡。浅池滅亡。秀吉が北近江の領主になり育った城の小谷城を破壊。
秀吉が越前に攻め込んだことで母死亡、義父死亡、柴田家滅亡、秀吉が織田家を滅亡させる。秀吉に侵され側室に、太后殿下と叫び続けながら、将軍に逆らい息子と一緒に家康に攻められて死亡。浅井家三姉妹は究極の下げまん。両国は立つこと浅井三姉妹のおかげで生き残った。お市が秀吉に娘たちの庇護をお願いする手紙があるんだよね。お市は秀吉の側室になるのを死んでまで嫌がったのに、娘を秀吉に差し出すという。お市はお市で、浅井に嫁に行ったら滅亡し、柴田に嫁に行ったら滅亡したので自分はヤバいと思ったんだろう。残念ながら長女にも継がれていたが。助かりようはあったよな。父親に姉ちゃちゃが、息子に妹豪が嫁ぐことになって、当時としても気持ち悪くないか？めんどくせえから大野でいいんじゃね。父親と息子？家康と秀忠。大野はただの丈夫。格が違う。秀吉秀勝おじおいで小婿だったこともあったんだし。家康父説もあるんか。秀吉死後に遺言によって淀が家康に嫁ぐって噂があったって話。伏見城が地震で崩壊した時にどこにいたのか気になる。何地震もちゃちゃ様が起こしたの？伏見城崩壊させたん？秀次の怨霊が起こしたと当時は噂されていた。その効果があったかどうかは不明だが、秀次事件で厳罰を食らった菊亭春末や池田輝政らはこの時許されている。1、織田家家臣の秀吉が手柄を立てて京極丸を落とすと、祖父と父親が自殺。2、織田家家臣の秀吉が死家乗っ取りをして、岐阜の勝家を滅ぼすと母親も自殺。3、親殺しの秀吉に股を開いて子供を産んだが、秀吉没後に子飼いの石田が謀反を起こし、淀は家康を支持しなかったため、戦後に放棄され、太后殿下を連呼しながら息子と自殺。親を殺した人間に媚びを売るな、の意味本。お母さんのお市の方は鼻も小さくて美人だけど、この人は父親にで顔がふっくらで鼻も大きいよね。光秀の娘の玉が、秀吉に手ごねにされそうになったのを玉が必死に拒絶したって言うけど、ちゃちゃもこれと同じ思いを秘めてたはずだよね。両親を殺した醜い養子の中年の子を産むって、やっぱり秀頼は大野首里の子なんだろうな。別に特に美姫じゃないだろ。実はお市に一番似てたのは妹の豪の方らしいし、淀がお市に似てたのは顔より長身で横柄だったこと。女性としては日本史上、最大の軍勢を動かした人物？戦国一は大げさにしろ。美姫の史跡が残らなかったのは背が高かったのが災いしたのと、滅亡後の弾圧により史料が散逸したから。太后好みの華美な装いならちゃちゃが垂髪なのはもったいない。結髪の時代なら、贅沢華麗な髪飾りが安土桃山の工芸や、輸入品で、化粧や衣装と三拍子揃った美を演出できたのに、ちゃちゃが江戸時代に果たした最大の役割は、武家貴婦人にとっての最高の反面教師となったこと？いかがだったでしょうか？波乱万丈を送ったことで性格もねじ曲がってしまい、日本三大悪女と呼ばれるようになってしまったのでしょうか？コメント欄で意見を聞かせてください。今後もこのチャンネルでは、戦国時代に関した動画を上げていくのでぜひチャンネル登録してください。